第100回全国高校サッカー選手権の決勝戦を迎えています。今年の決勝戦はブルーのユニフォーム、この南岩、そして東洋工業高校が7年ぶりに姿を現しました。本当に強いですね。しっかりしてますね。今ゲーム終了、4対0、南岩高校が4年連続8回目愛媛県代表として選手権に出場であります。四国の総大将南岩、今年こそは天下取りに王手、東京へ向かいます。南岩高校優勝。もう感動の瞬間も涙も全てのものを全部体験できたので、高校サッカーでもう何の憂いもなく幸せですよね。その田中が一番に挙げた名勝負、名シーンがこちら。県総合運動公園球場、今年の愛媛県大会の決勝戦、熱い決勝戦になっています。僕一番ゴールで叫んだのは、優勝した翌年の決勝戦、県大会で負けてるはずです、八頭工業に。森岡君っていうガンバ大阪に行ったプレイヤーがいて、2対1で負けたんですけど、その2点目の決勝点をロングシュートを八頭工業を決めた時に、ものすごいゴールを叫びました。警戒される選手はこの選手だっていうシーンじゃないですかね。森岡を持ってシュートを打つかな、真ん中に回した、ゴール。そうですね、八頭浜工業が2点目を挙げました。100点満点のシュート、森岡を持ってシュートを打つかな、真ん中に回した、ゴール。広瀬君ですね。その時 あのゴールでした。南岩が負けるぞというゴールだったんで、余計に南岩は勝つはずだったんだけど、最初にその森岡のテクニックのあるシュートで先制して、北内康生っていうのは2年生のエースだったんで、彼がロング決めて1対1になって、で当時は前半の15分から中継始まったんですよ、リレードで。生放送でキックオフから15分後に中継始まったの、その年で。森岡のシュートは5分ぐらい、北内康生12分ぐらい、もう1対1だったんですよ、始まった時に。すごいいいショートだったので、止めない始まって、結局後半の30分35分ぐらいな、どうなるんだっていう、本当にこれ南は勝てないのかっていう時に、八頭工業がすごいゴールを決めて、その時のゴールはすごかったと思います。田中が最も叫んだというゴールで、八幡浜工業が当時最強の南岩を打ち破った。ブルーの南岩が県大会で進むのか。今ゲーム終了、6年ぶり4回目八幡浜工業高校が南岩を倒しました。ゴールと叫んだ裏にはもう一つのエピソードも。当時日本テレビが指導したのは、ゴールを入ったとか言わずにゴールと叫べと、ゴールってあの中継を言われたんですよ、約束事で。あれは言われて言ってた。そうです、日本テレビの指導だったんですよ最初は。へえ。森岡を持ってシュートを打つかな、真ん中に回した、ゴール。高校野球でも夏は選手権で春は選抜じゃないですか。全然意味が違うんですよね。選手権というのはチャンピオンシップだから、本当にその年の一番強いチームが決まるというものだから、そのサッカーにだってインターハイもあれば国体もあればあるけど、選手権とはレベルが違う、意味が違う。だからこの冬の選手権は高校サッカーイレブンの最高の
イベントだと思います。これは参ったね。喋れんのよ。四国はサッカー不毛の地と言われてる。